こんにちは、トコチャンネルです。今日は、東京アンティークさんにまたたくさんスタンプっていうのをゴム印注文したので、それが届きました。このね、シールでね、スタンプ見るとね、東京アンティークさんだって思うと思うんですけど、こちらに入ってますので、こちら、もう開けてるんです。納品書が入ってたんで。開けてるので、一個ずつね、押しながら紹介していきたいと思います。今回ね、使うのはこの、どこだっけ、ダイソーで買ったね、この100円のね、これ使っていきたいと思います。じゃあ、こんな感じでね、あ、光っちゃってるね。こんな感じでね、買いました。10個分は福袋。あとは単品かな。で、買いました。結構ね、私、東京アンティークさんのスタンプ持ってるんですよ。いや、なんで今まで使わないって自分でちょっと自問自答しちゃってね。これからかファイル作りとか、平袋、封筒作るときにバンバン押していこうかなって思ってます。それをね、ちょっと意識して、まあ、前回もね、多分それ意識して、A 文字の買ったんですけど、買ってあったんですけど、今回このちょっとちっちゃめの A 文字も買ってみました。これね、660円とかの安かったんで、福袋にも選ぶのになかったのかな？そうそうそう。なのでね、単品で買ってみました。福袋でね、選ぶのは、単価が高いのをなるべく選ぶようにしてます。まあ、せこい話ですけどね。よいしょ。あ、まだ書こうか。よいしょ。出すのが大変そうなんで。すぐズルをして、だだだだ。全然綺麗に切れてないし。いいの、出せれば。はい、よいしょ。ズル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 。ほんと雑い性格が出るよね。ちゅうことで、はい。一個ずつね、どんな感じって教えてみようかな。で、私が押してみたいだけなんですけどね。いつもね、試し押しを必ず、買うとするんです。さあ、端から行こう。これがね、多分復刻版とか書いてあったやつ。書いてあるかな？あ、復刻版とは書いてないね。押します。これ結構ね、にじまないから好きなの。ほら。結構細かくても綺麗にね、押せるの。黒と、赤はまだ押したことない。押してみよっか、赤どんな感じか。いい。おほほ、勢いは待って。これちょっと捨てて。一緒のように押せるか、ちょっと同じので試しにやってみようか。あ、なんか動いたよ。にゃ。ああ、ほぼほぼ綺麗に押せるわ。うん、でもまあ、黒でいいや。赤押したいときね、赤黒だとほんとこれだけで済むよね。うん、押したやつはちょっと箱にしまっていこうか。あとでね、こういう、ハンコっていうか、うん、ゴム印入れがあるんでね、そこに入れたいと思います。これもね、復刻版って確か、結構復刻版って書いてあるのをね、買った気がする。復刻版じゃないのはこれ、これぐらいかな。あと全部多分復刻って書いてあったと思う。あら、いまいち綺麗じゃないよ。もう一回押そうか。よっ。よっ。うん。綺麗に押せた。押し方だね。押し方が下手だとダメだね。次、文字。こんなのね、ほんと。黒か茶色で、チャイチャイって言い方すおかしいな。押すからさ、とりあえず黒で綺麗に押せたらいいよね。押せるじゃん。もう黒こっち、ステーツを持ってるんだけど、黒これでいいかな。にじむんかな？あ、すぐにじまんな。これはね、アリスの、前買った時これなかったんですけど、アリスの時計っていうので売って、懐中時計。そうそう。アリスの懐中時計で売ってたから、いや、アリスシリーズは持たなきゃダメじゃんと思って。ちゃんとついた？ちゃんとついた？と思ってね、買ったの。
チシャとかアリスとか、ウサギさんとか、ね、あ、綺麗に押せ、ほんと綺麗に押せるね、これ。いいね、いいね。これも復刻版って書いてあった。ただね、そう、こっちにインクが乗りにくいかな、なかなか。こうやって、何回もちょってやらないと。それはあるかも。よいしょ。よっ。あ、ちょっと端が力が入ってなかった。もう一回ちゃんと押そうか。ここね。ここね。よっ。お、綺麗に押せてるじゃん。おしゃれだね、これ。いいかも。ん？どうやって置いたんだっけ？こう取ったんだけどし。次。猫ちゃんワンちゃんも完全に動物大好きだから。ねえ。まあ、他の色で見たいっていう方もいるかもしれないけど、今日は黒で我慢して。なんかのね、作業動画で。平袋をスタンプ押しみたいな動画撮るかもしれないし、あんまりね、そう、単純作業の動画好きじゃないから、撮らないことが多いんですけど、あ、結構綺麗に映るね、猫ちゃん、ワンちゃんわかるし、わかるしって、わかるのはわかるだろうって感じだけど、結構猫ちゃんの毛もちっちゃちっちゃって見えてるし、犬はパッと見ビールだよね。猫はアメリカンショートヘア、アメショって感じ私、猫はマンチカンが好き。短足だから。そうすると、犬の短足のコーギーとかダックス好きなのかって言われると、ダックスはそんなに好きじゃない。あの、可愛いのはめちゃくちゃ可愛いと思うし、犬的に嫌いっていうわけじゃないじゃん。自分が飼うとなったら短足ならコーギー。コーギーはね、気が強い子が好き。気が強いから好きっていう。うん、ダックスもね、気が強くは気が強いと思うんだけどね。でも、ダックスのあの顔で気が強いと、なんか、イメージと違う気がするの、私。コーギーはね、私の偏見で、やっぱ牧羊犬だから頭もいいし気も強いっていうイメージが強いのよね。実際、うちのミルクちゃんそうだったし。めちゃめちゃ気強いし、頭良かったけどめちゃめちゃ気強かったし、負けん気がとにかく強い。あの、で、ミルクちゃんとフリスビーやってたんだけどさ、私のスローイングが下手だとさ、あの、まあ、本番はね、さすがにしないけど、練習とかで私のスローイングが下手だとさ、練習してる中にめちゃくちゃ上手い人がいて、私のスローイングが下手だとそれ加えて、そのまま上手い人とか持ってって、ペッて目の前に出してやってくれって顔するんだよ。もう、あれが私飼い主なんですけど、みたいな。なのに、これも綺麗に忘れない。飼い主なんですけどって言いたいんだけど、その人も苦笑いしながら投げてくれてた。ミルクちゃんこっち持ってきたよって言われて、はい、私が下手なスローイングしたんで怒らせたんですって言ったら、次ね、髪変えよう。そう、なかなかね、そういう気の強いところが大好き。そう、誰もいなくて二人で練習してるときはね、下手くそなスローイングすると、話してくれない。パスしてくれない。ぐーってか、加えて、下手くそめ、お前なんかでやるもんかみたいなことされてね。ま、悔しいから私も、絶対いいとこ投げようとして、いいとこ投げてキャッチできないと、下手くそーって、ミルクに言ってた。周りから見たらなんちゃ飼い主だと思うと思うんだけどね。普通は褒めて伸ばすとか、ね。言うのが、まあ、犬は一般常識だと思うんだけど。私とミルクに関してはね、なんかパートナーであり、ライバルであり、競い合う仲間、ライバルだよね。そんな感じでね。だから、短足ならコーギーがいいかな。まあ一番ね、好き、一番っていうか、まあ、まず一匹だけ買わない、一匹だけしか買えないって言われたら、まあボーダーコリー買おうかなっていうのが本音かな。おー。ちょっとかすれちゃった感じだね。やっぱもうちょっとちゃんとインクの、これよりもちゃんとインクのりのいい方がいいかもね。ステイトンとかで押した方がいいかもね。ちゃんと何か商品っていうか製品っていうか、商品、製品にしようと思うなら。まあ、今回はちょっと試し押しということでね、これで許してください。
ボーダーはね、ほんとね、頭いいからね、何しても楽しい。フリスビーアジリティ、普通に訓練、普通に散歩で、遊ぶでも何々でもね、楽しい。ボーダーは賢いから大好き。でも私は、それと同時にね、オーストラリアンシェパードも飼ってたから、多分個性だとも思うんだけど、うちの飼ってたオーストラリアンシェパードは、超おもろかった。ジュノーにしても、イリスにしても。ジュノーはめちゃくちゃ気強いくせに内弁慶。家の中ではめちゃくちゃ気強いのに、外で言うとシュンってするような子。でもめちゃくちゃ見た目が可愛くて、オーストラリアンシェパードには見られなかったよ。シェルティとかよく聞かれてて、シェルティほど鼻、まずるね。鼻、長くないでしょとか思いながら。に、めちゃめちゃね、可愛い顔してたの。まあ、部屋が片付けれたら、アルバム、写真撮ってたかな？もう10年ぐらいだと、データで残してたから、そのデータね、なくしちゃったからもう、ないんだよね。めちゃめちゃでも可愛い顔の子でね。こんなんで、サイズも異常にちっちゃかったの。オーストラリアンシェパードって、多分大きい子だと30キロぐらいになるのに、ジュノーは13、4キロしかなくて、ちっちゃいから可愛いし、顔も可愛いし、模様、ブルーマールってわかるかな？白と黒とグレーがごちゃごちゃってなってる柄なんだけど。で、柄も可愛いし、入り方も結構綺麗だ。私が選んだから。私がパッと見て柄の入りとか、あと性格もね、多少、やっぱいろんなものに興味持ってくれないと、ね、フリスビー。ただ、あんだけ外で急に人がいっぱいいると気が弱くなるとは思ってなかったから、そこだけがちょっと失敗っていう選び方の失敗だけど。でもまあね、そういうのもあっての才能だから。で、イリスはね、ほんとお調子者バカっていう言葉がぴったりのっこなったの。あー、これも真ん中ちょっと薄かったな。まあいいや。あ、でもいい感じだね。これ全部復刻版ね。あの子もね、食べ物大好きで可愛かったよ。唯一ね、うちの中で笑う犬だったの。犬ってさ、威嚇するとき、前歯の牙見せるじゃん、キーって、うーって。あの顔で、シャ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 って笑うの。それ見た人がね、え、何これって言われて、あ、今、ごまかし笑いしてるときって言うとみんなが笑う。そういつもね、怒ったるとね、そうやって、シャ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 って笑ってごまかすの。一回、私が受けたから、笑っとる、おもろとかって怒るのやめたら、それでやったらもう怒られないと覚えたみたいでね、ごまかし笑いを覚えた犬。この二犬種は捨てられがたいな。やっぱでも全部飼いたい。ジャック・ラッセルも可愛いよね。最近のね、ペットしたジャック、あ、これもちょっと使ったな。まあ、今度ちゃんとしたインクでまた押してみよう。ペットしてるジャック・ラッセルはね、いまいちなんだけど、うちが飼ってたね、シナちゃんのように気の強いね。シナちゃんっていうかシナモンなんだけど、気の強い。本能がめちゃくちゃ強い。狐のおしっこの匂いのついたルアー尻尾みたいになってるんですね。あれ匂い嗅がしたら大興奮するとかね。うちマルス君が、ちょっとペット寄りの性格の子だったから、ほぼ興奮しなかったの。でもシナモンはこう、スタートの、ケージのスタートのとこに入れられると、もうガーって引っかいて出せーみたいになるぐらい興奮してたから、そういうね、本能のある子が好きなのよ、基本的に。いや、だってさ、まあ確かに見た目でも買うんだけどさ、そう、最初は見た目で買った。でもやっぱり、なんていうの？本当にその犬種が好きになるとさ、ちゃんと本能とかそういうのも理解してあげたいじゃん。ね。まあ、うちのメンツは最高だったよ、みんな。ね、いつかね、一回じ、話してはいるんだけど、うちの子たち。あ、これ綺麗に撮れ、映った。これ可愛いよね。ね。こういうとこにさ、こうやって A 文字ペッて印鑑をしたいときにさ、重なっちゃうじゃん。その時に、誰かさんのスタンプの仕方のやつを見たときに、ちょうどね、これをペンって別の紙に、まあ、その人は、付箋使ってるのかな？ピッて押して、で、チョキチョキチョキって線の、
外側を切ってたのかな、内側じゃなくて外側を切って、で同じように重ねて貼って、その上からバーンって文字を押したら、こうなんていうの、重ならない絵がっていうのをやってたから、そうやってやって封筒を作りたいなって。ちょっと待って、これなんかね、本当にここに A 文字あるけどピーって斜め入れたいなと思うしさ、まあ、こういうね、ちっちゃいものだったらさ、こういうのの下にさ、ちょっとこうピッて押してみたりとかでもいいだろうし、ちっちゃくなかったらね、そうやって斜め横断とかありかなって。あ、これかわいいね。かわいいねって自分で買っときながらかわいいねってないよね。はい。ちゅうことでね、今回ね、試し押しをね、ちょるっとしてみました。まあ、やっぱこれよりも、やっぱちゃんとしたスタンプの方がいいかな。うん。あの、ちゃんと押せるのもこうやってね、押せてるのもあるんだけど、これ、やっぱり一回目パッと押したらかすれちゃうし、これも、ちょっとこの猫ちゃんのここかすれ気味だし、これは綺麗に押せたけど、これも意外にこの黒いところちゃんと押せてるけど、この瓶のところとか、この真ん中とか、これもカップの真ん中らへん、ちょっとかすれちゃってるんでね。あの、やっぱちゃんとそれ用のスタンプ、なんか虫がおる。それ用のね、スタンプを。スタンプをね、押してあげるといいんじゃないかなって思います。よいしょ。こんな感じ？こんな感じ？こんな感じ？ちょっとね、今扇風機つけてるから。こんな感じ？うん。以上で、東京アンティークさんのスタンプの紹介終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。